ちゃこんにちは。はい、ゆたかさん、少し残念なニュースが入ってまいりました。まあ、残念なというか寂しいというかね、はい、飛び込んできたけどもね、日本ハムの斉藤佑樹投手が今季限りで引退を発表されたということで、はい、そうだね、はい、まあリハビリ中のね、まだ途中だったと思うんだろうけども、はい、やっぱファームで投げた姿をね、うん、まあ、ちょっと見たことあって、はい、あ、まだまだちょっと時間かかるなっていうような印象はあったんだよ。でもリハビリ中、まあ、復帰に向けて頑張ってたその矢先に、まあ、引退を決めたということ、はい、ということはやっぱ相当やっぱ肘に負担っていうかね、まあ、そういうものがあったのかなというふうに、まあ、まあ推測はするけどね、はい、で、まあ、プロに入って通算成績、はい、登板数88試合15勝26敗これあれですね、はい、プロに入って初めての登板が、うん、もうルーキーの年に4月17日に、はい、そうだね、はい、これ同期入団の中で勝利一番乗りということで、そうだね、はい、もう幸先はよく、まあドラフト1位に入ってさ、はい、4球団競合したんだよね、うん、でまあ日本ハム、ヤクルト、ロッテ、ソフトバンク、はい、うん、まあ、その中で日本ハムが引き当てて、はい、で登板もいち早くで勝利もいち早くという、うん、ただ、まあ、その時に囁かれてたのはさ、はい、交流戦の時にセ・リーグのバッターが当たった時に、はい、どうなんですかねって、うん、10勝はできないんじゃないですかねっていうような声を聞いてたのね、はい、うん、でまあ球速も大学時代の時は150キロポンポン出してたんだけど、はい、まあちょっと150キロっていう数字は見なかったけどね、うん、ただ、すごく爽やかな印象と、はい、クレーバーさはすごく初登板の時に感じた投手でね、はい、うん、それで、まあ、15勝26敗という、はい、まあ、成績で防御率が 4.34、はい、でオールスター出場1回、はい、これはルーキーの年にね、はい、ただプロの中でさ一勝もできずにこの世界を去る人間、うん、まあ一勝はしたけどオールスターにも出れない人もいる中で、うん、やっぱこう爪痕は残してきたと思うんだよ、はい、でオールスター出場の時にね、うん、まあ、その時日本ハムの取材だとか行ってた時期で、はい、ゆうちゃんとは、はい、もう面識ができて、はい、すごくこう俺の姿を見たら挨拶に必ず来てくれてんの、宇多川さんこんにちはとか言って、はい、本当にもうその時から爽やかなんだけど、うん、おーとか言って、でオールスターが決まった時の話なんだけどさ、はい、おーよかったなって言って、いや僕の成績で出ていいんですかねって謙虚なんだよすごく、はい、で謙虚でそれは全然いいだろうって、うん、やっぱオールスターなんかスターが出るんだって、はい、だから別にいいんじゃないのって、そんなまあ堂々と出たらって、うん、その代わりさ一つだけやってほしいことがあるんだってお願いしたことがあるんだ、はい、何だと思う？あれですか？何？斉藤佑樹選手といえば、うん、ハンカチ王子、そうだからポケットにハンカチ忍ばして、はい、投げて一球投げたら、うん、ね、それハンカチで拭いてくれと、はい、そしたら絶対盛り上がるからっていうふうに言ったんだけどさ、はい、やっぱさすがにルーキーの年だけに、そうですね、だからそれは高さんちょっとできませんよっていう話はねすごく鮮明に覚えてるんだけどね、はい、彼はやっぱりこう高校の時から大スターでね、うん、田中マー君と甲子園で投げ合って、ね、はい、なんかヒーローが斉藤佑樹、ヒールが田中将大というね、うん、構造を作り上げて、はい、でまあ見事優勝するんだけどもね、はい、まあその中にはこう中田翔が出てたりだとか、うん、まあいろんなそうそうたるメンバー、今のそのプロ野球を支えてるようなメンバーたちが甲子園に出てきてて、うん、その中でやっぱこう栄冠を勝ち取ったという、はい、まあ、強運の持ち主だと思うんだけどね、うん、まあプロに入ってやっぱこう自分で思い描いてた、まあ、成績は残せなかったけども、はい、でも十分人を引きつけるだけの魅力があった投手だよね、うん、うん、だからこの引退の発表を聞いてちょっと寂しいなっていうことと、うん、この前ガンちゃんと動画でも撮ってたんだよね、はい、そうですよね、ゆうちゃんのことでね、はい、でその時に話をしたのは、はい、もしまっすぐとかカーブとかスライダーだとかフォークとかそんなのはもう関係なく一球一つのボールだけで一流超一流のボールを磨けばゆうちゃんできんじゃないのっていうような話をしてたの、はい、例えばヒル・ニークロっていうメジャーのピッチャーがいたんだけど、はい、ナックルボーラーだった、はい、
ナックルしか投げないんだよ。だからゆうちゃんにナックル投げれんかなとかいろいろこう考えてたよ、はい、もうスライダー一本、はい、なんていうのヤンキースの抑えをやってた人がいるんだけど、はい、その人はカットボールだけで身を立てたのね、うん、プロとして一流のピッチャーになっていったんだけど、はい、で斎藤佑樹もそのぐらいの器用さがあるんじゃないかと思って、うん、だからまあガンちゃんに今度行った時にそういう一流の一球のボールで勝負できるようなそういうことをもう身につけてもいいんじゃないかっていうことをこう話をしてたんだけどね、うん、でもまあ引退を発表したということ、うん、で非常にまあ寂しいんだけどでも非常に女性ファンにも人気があって、はい、まあ、むしろ女性ファンの方が人気があるというかね。そうかもしれないですね。もうこれは高校の頃から続いていると思いますけど、うん、そうだね。だからゆうちゃんが甲子園フィーバー、うん、早稲田に入って、うん、やっぱこう神宮もね、女性ファンで埋まったことだろうし、はい、まあ、野球人気を女性にもう一度また向けたという、うん、まあ、例えば先輩には荒木大輔とかね、はい、こうあの時も女性ファンがすごかったからですよ、はい、だからそういう意味ではすごく人気をね、うんうん、でも彼も辛かったと思うよ。こうものすごく頭のいい子だからさ、はい、まあ、例えば登板って言っても、まあ、予告先発じゃない、はい、やっぱ斎藤佑樹が投げるって言ったらやっぱ球場がいっぱいになるんだよね、うん、まあ、女性ファンも結構来てて、はい、でも例えば自分が本当にそれだけの実力があるのかっていうさこともやっぱ彼は口に出して言わないけど感じてたと思うんだよ、うん、だからもっともっと頑張らないといけないとかそういうことをこうなんか背中合わせにすごく考えてたのかなっていう、うん、でライバルである田中将大がマー君がメジャーに行って、はい、まあ、大活躍する、はい、で、まあ、また帰ってきて球界年俸1位になる、はい、まあ、そんなことは気にしてないと思うけど、はい、人が比べるからさ。そうなんですよね、うん、だからちょっと かわいそう重圧の中でプロ野球人生を送ったのかなっていう、うん、でどこ行っても目立つしさ、うん、だから苦労はしたんだと思うよ、はい、うん、ただ、うん、その苦労は絶対無駄にしちゃいけないと思うし、うん、彼の頭脳だとか冷静な判断力、はい、そういうことを考えると、まあ急、まあ、次のね何をするかっていうのは発表にはなってないけども、はい、だけど彼は何でもできるかなっていうような、うん、すごく柔軟で頭もいい子だから、うん、何でもできそうな感じがするよね、うん、でリハビリをして辛い時期、はい、過ごしてるしだからそういったコーチもいてもいいと思うし ね、うん、ね人の気持ちが分かるというかさ、ね、選手の気持ちも十分に分かるでしょうし分かるよね、はい、うん、だからちょっとチャンネルに一回呼びたいよね本当ですね早いうちにね、うんうん、まあでもね本当にいろんな野球人生があると思うけども、はい、野球によっていろんな勉強をした選手の一人かなっていうふうに思うよね。うん、勉強する幅がとても広かったんでしょうか。あ、やっぱりさ、うん、こんなに鳴り物入りでスター選手で入ってくる選手っていうのはもう本当に一握りの一握り、うん、まあ、その中で最初いいスタートは切れたもののちょっとだん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 こう低迷していったというね、うん、その中で怪我もありそういうことを考えるとなんていうのかな、まあ、いろんな勉強しなくてもいい勉強まではしたと思うしね、はい、うん、だけど人の気持ちがすごく分かるような選手だったのかなっていうねそんな気もするし、でヒーローインタビュー、うんうん、取材いろんな記事を読んだけどもさ、うん、決して怒ることのない、うん、いつも謙虚な気持ちを持ち合わせた、選手だったよね、はい、うん、まあ高校野球ファンとすればさ、はい、見てたでしょあなたも鮮明に覚えてますね。そうだよね、はい、もう淡々と投げる姿がかっこよくて、うん、でまた時折見せる笑顔が可愛くて、またさ、うん、大きくないからいいんだよね。まあそうですね、あれがさ190とかあったらさ全然可愛くないんだけどさ、ね、印象もキャラクターも変わってきちゃうんですけど、うん、まあ発表されてるのは176、はい、それよりちょっと小さいような感じがするんだよね、うん、俺と並んでも、
なんかもう体型もこう最近の人というか、うん、なんか顔も小さくてちょっとスラッとして小柄とは言われてもスラッとして、そうかっこいいんですよね、うん、だそれだけになんかみんなが支えてあげたいとか、うん、だって初登板の時にさ、多分俺札幌にいたと思うんだけど、はい、もう周りのおばちゃん連中はさ、うちの息子大丈夫かしらみたいな、もう母親の気分で見てたような、はい、そんな感じでこう見守り体制みたいな、そういうものが出来上がってたようなね、はい、まあ、そういう投手だったけども、はい、まあでもね、やっぱりゆっくり休んで、まあ、焦ることはないと思うし、次の進路ということはね、しっかり考えて、じっくり考えて、まあ、野球界のために貢献してほしいな、うん、うん、野球を嫌には絶対ならない子だと思うし、はい、野球で学んだことも多いだろうから、まあ、うん、一緒に仕事できる日が俺と来るとね、うん、まあ、ずっとじゃなくてもいいから、単発でもいいから、はい、あの来るといいなっていうふうに思うし、はい、やっぱり一回チャンネルにね出てもらいたいと思ってます。はい、はい、でも本当にね、9年間か、まあ、実質ね、そうですね、あのプロになっては11年間、はい、実働9年間というね、はい、いうことだったんだけども、まあ本当にお疲れ様でした、はい、あの爽やかなね好青年が一人去るということでね、ユニフォームを脱ぐということで非常に残念ではありますが、次の、あの第二の人生も応援してますので、はい、ね、頑張ってください。はい。